今回は、こちらの北目町にある、Jコスト信号機です。察したら、わかるでしょう。以前は、共産 LED 信号機でした。ご覧の通り、吊るし設置でした。しかし、吊るし式は、一機しか付けられないからか、歩道を追加するため、このような直付けになりました。東二番町通り側は、今でも共産 LED となってます。ところが、歩道を追加しても、このように、街路樹で隠れてしまうので、見えづらいですね。本当に意味あるのでしょうかって思うぐらいです。